お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。熊本競輪 G32 日目ということになっておりますので、2位予選をね、楽しんでいきたいと思います。今日はね、予想の方は熊本競輪の方とナイター函館競輪の方をね、出しておりますので、予想が知りたいなと思われた方はね、 メンバーシップご登録お待ちしております。その予想が当たっているのか外れているのか知る方法、チャンネル登録をね、していただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますとね、私が毎日当たったのか外れたのかご報告させていただきますと。さあ、12レースなんですけれどね、中川登場、地元のエースということで、誰をね、つけてきたのかなと思ったら、なんと一番の脇元をつけてきたということにね、 なります番組屋さんはこれで硬いだろうという認識なんですけれど果たして硬いんでしょうかということでね見ていきたいとまずは並びの確認1951番の脇本に9番の中川5番の稲吉が回ります3番7番3番の佐々木に7番の畑2番6番2番の中島に6番の尾崎8番4番 8番の鈴木に4番の桐山ということでね第4分線なんですよね。このメンバー構成で1番の脇本が釜石をね、えー、打ってくれるもしくは突っ張り先行なんかをしてくれるんであれば9番の中川で大丈夫ということなんですけれどまくりに回った時ですよね。 果たして、脇本、特選のようにね、自分しか届かないまくりになった時に、中川の出番があるのかどうかということでね、まあ、考えていくと、まあ、なかなかね、中川の出番もねしんどいんじゃないかと。逃げてくれればいいけれど、まくりに回った時はどうなんだということですね。そして、まくりに回る可能性が高いのかどうかということで考えますと、 3番の中島ですね。バック15回、ホーム17回先行で戦っております。まあこちらが鼻を切っていって。 そしてその他の選手がね、まあ中段からまくっていくというようなね、えー、状態。特に3番の佐々木が2番、6番のね、直後にいて、そこからね、まくりを打てればということもあります。じゃあ1番の脇本出番がないのかというと、まあ8番の鈴木リックですよね。2番と8番で叩き合いがあれば、 まあ一番のね脇本の出番もあるんじゃないかというふうに思いますんで、まあ、このメンバーで脇本が突っ張り先行するということはちょっと考えづらいスタートを取って下がってのかましまくりになった時に果たして中川がついていけるのかどうか楽しみです。 オッズの方をね、えー、確認しますと、1番9番2.1倍、9番1番3.7倍、1番3番9.1倍、1番7番8.2倍ということで、えー、この4点が10倍をね、 切る、落つということになっております。まあ私もね、1番9番、1番3番、ここのね、折り返し4点から狙っていこうと思ってますんで、まあ3位になってくれればね、52.8ということで、まあ昨日同様ね、脇元のまくりが2着にしか届かなかった、なんていう時がね、すごく楽しみですし、まさかの脇元のまくりが3着にしか届かなかった、なんていう時は、 3番のね、佐々木からでも、3745倍、32が465倍、38がね、532倍、39が130倍ということになっておりますので、なかなかいい配当になってるんじゃないかと思いますんでね。まあ あまり難しいところを狙うんではなくて、脇本から入って、え、こんなにつくのということでもいいんじゃないかなと思います。結果、脇本、逃げてくれているのか、まくりに回っているのか、まくりに回っても後ろまで連れ込めるまくりになっているのか、早速確認しに行きましょう。スタートです。一番は広島、松浦雄二。二番、熊本、中村清。 三番福島、小松崎大一。四番熊本、遠谷慶厳。五番岡山、隅田洋介。六番栃木、矢野正彦。七番は広島、町田大河。八番埼玉、高橋光大。九番宮城、竹内智彦。以上の九人で争われます。五校なりました。第十レースはそう。さあ、外枠から八番の高橋光大が前取りに出す一番の松浦雄一は。 ここを抜けていくか1コーナー1番の松浦がさっと内枠の利を生かしましてスタートを取っています2番の中村清が3番手その真後ろには4番の東谷慶吾地元両者は並びを作っていくんですがその間に5番の隅田洋介が松浦と合流6番の矢野正彦は8番の高橋光大とここは前中段で並びを作りそうです 二センターから四コーナーにかけては、最後尾から七番の町田大河が先頭まで車を進めていきます。さあ、まもなく競争二周回目に入ります。中国ライン七番、一番、五番、町田を一番の松浦が迎え入れました。前中段が関東ライン六番矢野と八番高橋のコンビです。そして後ろ中段、六、七番、手は地元両者、四番の東江と双番の中村で。後方は三番の小松崎、体操、九番竹内智彦の北日本ラインで縦一列です。 向こう上面バック線を通過しますさあ成功法は7番の町田昨日は中川のうち地元を2人を連れましてパリ張先行でやりました追っていくのは人気の中心1番松浦雄二です直線の岐阜起点町田とは2度連携したばかりさらにこの2人を5番の隅田が追走準決勝進出を目指していく3者です6番の矢野正彦は4番手 一次予選叩き合わず、センターの後ろをキープしてみました。八番の高橋コナが任せます。阿波周回一コーナーを回ります。そして地元両者、四番の遠矢、六番手。さあ、開幕カードを上位独占に導く構想。二番の中村にとりましては、二次予選も頼もしい後輩との連携です。三番の小松崎は八番手です。まあ一層目、赤敗二着ながらも、強烈なブロック受けながら、一で伸びていました。九番の竹内を連れて、三コーナー動きました。 北日本勢が戦いの口尾を切ります。2センター。さあ7番の町田はユノインと大きく距離を取っています。ここは引き付け加減に今日も突っ張ってみせるのか。さあいよいよ勝負どころ4周回目ホーム。7番の町田大賀が北日本ライン小松崎竹内を突っ張りました。一旦降りる位置を求めているんですが関東勢、ここは北日本勢の下がりをここは阻みまして、 地元両者も更足で4番、東野6番手、大日本勢は元の位置、8番手に戻って縦1列、さあ、ジャンノ2センター、早くも7番の町田大我がスピードをぐんぐん上げていく。 絶好の箱回り1番の松浦そして2人追っていく5番の隅田中国サインです最終1コーナーで1番の松浦番手車間を切りました6番車の矢野4番手そして4番地元の東矢6番手3番駒崎8番手隊列は1列棒状続いている3コーナーから2センターさあ後続中段以降は手出しかできないか4コーナー待って直線に入りました先頭7番の松田隊が追い込む1番の松浦余治1番7番5番か松田が車間を取りつつ突っ張って そこからぐんぐんかけてしまえば中段後方ほぼほぼ手出しはできず最後のカーブを回りましたリプレイ像はクライマックス1番の松浦雄一町田を2着に残してきっちり決め切って1番7番す5番隅田まで上位独占の中国ラインです 1>, 1番は神奈川・内藤英さん2番愛知・吉田敏弘3番東京・鈴木玄人、4番香川・福島栄一5番長野・柿澤大樹6番群馬・稲村義信、7番兵庫・藤井栄一8番は岡山・米島敬介、9番静岡・深谷智弘以上の人で争われます。 前傾勢からゴーを聞いて第11レース発走ですさあまずは中コース4番の福島栄一が前取りに飛び出します最内1番の内藤一世さんが2番手2番の吉田俊博3番手3番鈴木健と8番の米島圭介5番の柿沢大樹と今ついております4番の福島がスタートを取りました8番の米島が先頭まで車を進めます中四国ラインが前段です 9番の深谷智弘は1番内藤が待つところまで車を進めては3番手34番手前中団が南関東ラインです7番の藤井英二には2番の吉田敏弘がマークこちらは中部近畿ラインです下いまして3番の鈴木玄と5番柿沢大輝6番稲村由伸で並びます関東ラインは7番手以降が初手の位置ですレースは2周回目1コーナーを回ります さあ先頭は8番の米島です初日3着中段に追い上げるレース運びでの勝ち上がり4番の福島がまずはこの競争スタートを取っていました9番の深谷は3番手が初手の位置です初日特選はハイペースの先行の結果発着いたしましたさあこの日予選競争はどんな戦いを見せるのか追走1番の内藤にとりましては決して手放せない位置です7番の藤井英二が初手は5番手です まずは、行き取りを重視して、次の仕掛けにつなげるか。二番の吉田は、さばきで藤井を援護して、ワンチャンスを探っていきます。中近コンビです。青番バン周回は一コーナー回ります。初手、後方の組み立ては、カントライン。三番の鈴木が七番手です。一応、線は二つのラインを飲み込む。まくりで押し切っています。五番の柿沢がマーク。出来は確かな鈴木に任せ、上位争いに加わるかどうか。六番の稲村がさあ、続きます。 この関東勢が2コーナーから3コーナーかけましてアウトコース、車を前々と進めていく、10段ではとどまらず、車を前段まで進めていって、3番の鈴木健とは4コーナーで8番米島に肩を並べました。7番車のの藤井はは、動いた関東ラインン後ろ、これで難関コンビは 3番手4番手インコースそこから中止国勢が車を引いて中金勢がアウトコース切って切っての流れを作るこの流れに2コーナー9番の深谷1番内藤で乗っていきますさあ難関勢多少で9番の深谷が前を叩きましたそして追い上げる8番の米島踏み出しに4番の串間口が空いている3番手7番の藤江路ここはしっかりキープしたい8番の米島と3番の吉田も三番の鈴健斗でもつれているんですが最終周回の1コーナーさあ9番の深谷がかけ1番の内藤が追走 7番の藤井がその後ろそして3番の鈴木健斗は4番手2番の吉田が5番手追走バック戦から3コーナーさあ9番の深谷1番の内藤3番手はキープする7番の藤井が外を踏めるかどうか番手では内藤車間を切っての直線コース9番の深谷先頭深谷が力強く押し切って内藤智弘です力拡張まさにそれ,それを見せつけたレースでありました深谷智弘です1番の内藤が好追走そして好連係 その後ろ難関三番手をキープしていた七番の藤井英二でありますが。前に迫るも。内藤の牽制に結果阻まれての流れ込みでした。九番、一番、七番のゴール体制とお伝えいたします。一番は福井脇本勇太。 二番長野、中島則介。三番、劇名佐々木豪。四番、神奈川桐山圭太郎。五番、福岡稲吉雄太。六番、埼玉尾崎隆。七番、徳島畑賢人。八番、静岡鈴木陸。九番、熊本中川誠一郎。以上の九人で争われます。さあ、合コになりました。第十二レース発送です。 まずは中コース4番の桐山圭太郎7番の畠智そして8番鈴木陸も動きました1コーナー7番畠と8番鈴木が並んでいましたがスタートは7番の畠が取っています8番の鈴木の後ろには4番の桐山がマーク南関東勢の連携が出来上がっています3番の佐々木剛がバック戦から3コーナーかけまして先頭まで車を進めそうこれで四国両者が前段並びを作って 前中段が南関東ラインです2番中島範介には6番の尾崎隆が連携してこちらは関東ラインですしがいまして初定7番手の後ろ攻めが注目のコンセーラーに1番の脇本優太9番中川誠一郎そして5番稲石優太の3人ですさあ2周回目1コーナーから2コーナーと向かいます前は3番の佐々木光が受けます1応戦うちのコースを結果上がっての2着でありました その佐々木の一発の魅力ここに準決勝進出を託すとはあたけです八番の鈴木陸は三番手です車番の振りもありますがいかにレースを動かすかひとまずは前中段からレースを動かしていくか四番の桐山圭太郎がそこに続きます二番の中島範志賢は初手は五番手二社でも積極的にアクションを起こすか六番の尾崎が半島ラインで連携です周回を重ねて青間周回に入りますさあどっしり後方で初手構えるは七番手一番の秋元優太です 初日作戦は後手に回ったんですが、立て直しての強襲二着でした。追走マークは地元九番の中川です。一応、ホームスタンドのお客様へ向けまして、一着感謝のマイクパフォーマンスでした。五番の稲吉がここに続く。稲吉も気配は上々です。さあ、三コーナーから二センターへと向かっていきます。二対二対二対三。細切れ四分線対列は一列傍聴。 1>, 1番の脇本が後攻7番手さあそれを見たのが後ろ中段2番の中島中島から動きましたさあ関東ラインが戦いの口火を切りましたそれを察知した前で受けた四国勢ですが3番佐々木はそっと3番手に入りまして難関両者は56番手4番桐山の動きもあってひとまずは1番の脇本7番手でどっしり構える競争が続いています。さあ金がが入りました2番の中島が 先攻体制にこのまま入るか1番の脇本裕太がどこにいるか9番の中川はその踏み出し降臨に集中している4コーナー余っていよいよ最終集会に入りましたさあ1番の脇本裕太が踏み上げるホームからのまくりです9番の中川のみ追走最終1センターから2コーナー前では関東勢がかけてる 3番の佐々木朗が先まくりの3番手からの走りですがこれを力でねじ伏せるスピードの違いを見せるは1番脇本9番中川そこに3番車四国勢杉谷か直線コースまずは1番の脇本中川1番9番9番の中川誠一郎1番の脇本のその発進その降臨集中してピタリと追走ワンツーフィニッシュへと持ち込んだ両者人気の2人です。 そして3着争いなんですが8番車のスーリックが最後四国の両者をイエローライン外国にかわしましたかアングル変えての S スをスーパースローをご覧いただいています1着は1番の脇元2着地元9番の中がそして焦点の3着争い伸びるコースをきました8番のスーリックさあそれではね12レース確認しましょう。 えーまあ、世界一番の、ね、脇本の後ろに、ね、地元のエース、中川をつけるという、ね、むちゃくちゃな番組を組んでおります番組屋さん、さあその、ね、期待に応えれるのかどうかということで、脇本が、ね、最高峰からなんですけれどね2週前、動きません。他のの、ね、選手たちがしっかりと、ね、位置取りなどを、ね、するんですけれども、一番動きませんということで、あとはどこから発信していくのかと。 後ろに中川をつけてるんでね、早めの発信があるのかと思ったんですけど、もうじゃんなってます。前はね、A、ピッチをどんどん上げていくということで、まさかの脇本不発があるのか、なんてね、思ったんですけれど。 ホームから踏んでいきましたね。今の脇本400メートルしかね、自信がないんじゃないかなと思います。3番の佐々木の先まくりですけれども、ものともしない脇本中川ということでね、まあ、スピード差がありますんで中川もしっかりついてきます。ただね、こっからゴール前にかけて私はね、関心しない中川ということで、なぜかそれは抜きに行っていないからということで、リプレイをね、見ていただければわかるんですけれど、外に持ち出して抜きに行けよと。 無理でもいいから抜きに行けよということなんですけれど、後ろにね、入ってスリップストリーム浴びてんじゃねえよということでね、もう一回ね、ここ見ていただきたいんですけれど、もう一切抜きに行きませんよね。見ててくださいよ。直線に入っていて、なんで脇元の後ろをぴったりと追走してるんだと。どこまで追走したら気が済むねんというね、えー、ことで、地元のファンは中川の一着が見たいんだと。させなかったとしても察しに行けよと。 いうのが、私はね、地元ファンの代弁ということでね、ここで大いにね、えー、皆さんにアピールをしておきたい。もちろん勝ち上がりですからね、勝ち上がっていかないとダメなんですけれども、なんかね、ちょっと私的には消化不良の内容に見えました。 今日のね、えー、6レースから12レースまでということで予想の方をね、出しておりまして、まあそこそこの配当、荒れたとは言いませんけれど、中穴がね、ポコポコポコと出ていたのかなということで、私の方はと言いますと、6レースから12レースまで全レース的中と、3連単、満車券のところもね、まあしっかりと抑えているということですし、 ま、12レースね、本船集め的中2社単180円。これは美味しくないんですけれど、この2社単180円からの5,530円美味しくないですかということでね、まあ、ここをね、えー、しっかりと集めで的中させれれば、まあ、そこそこね、えー、今日、えー、納得の収支がね、えー、取れたんじゃないのかなというふうに考えております。本命党の方はね、 よしというようなね、えー、形で。まあ、大穴党の方はね、不満足かもわかりませんけれど、中穴の人はね、ポコポコポコっとで、まあ、3つぐらいはね、いい配当が出ておりますのでね、まあ、そちらの方を適中させてと。明日は準決勝ということになっていきます。それと、SS のね、山口県や準決勝の権利取れなかったと思うんで、 さあ、明日走るのかどうか、走るんだったら負け戦でも負けるのかどうか確認しに行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。明日の準決勝戦でお会いしましょう。お待ちしております。